侍ジャパン強化試合、侍ジャパン2からゼロ欧州代表、2024年3月6日、京セラ D、井田博一監督、48、率いる日本代表、侍ジャパン、は7日、欧州代表との強化試合、カーネクスト侍ジャパンシリーズ2024、第2戦、京セラドーム、を行い、系統による完全試合を達成しての快勝となった。 先発の寛大、金丸夢とが2回を4奪三振の回答で発進すると、2番手の愛工大、中村優斗も自己最速157キロをマークするなど安定した内容で三者凡退。堂々の投球を披露した。アマチュアから選出された侍では、前日に青学大、西川が2安打1打点と途中出場ながらも活躍。この日は投手陣の金丸。 中村も二人で三イニングを完全投球という内容で、見事に偉人を飾った。その後も投手陣は完璧につなぐ。四回以降も松山、中日、渡辺、楽天、墨田、西武、と一人の走者も許さない。七回には中堅、西川、青学大、がダイビングキャッチで候補し、試合を引き締めた。そして八回から登板した種市、ロッテ、 が9回も抑え、6投手による継投での完全試合を達成。球場からも大きな拍手と歓声が巻き起こった。2014年の日米野球第3戦で則本、西牧田、西野と継投して無安打無得点試合、ノーヒットノーランを達成して以来の快挙。継投での完全試合は侍ジャパン史上初となった。試合後は完全試合リレー達成のため、 急遽6投手がヒーローインタビューに呼ばれた。なかなか見られないファンにはたまらない光景で、大きな拍手も沸き起こっていた。下向き黒三角金丸、たくさんの人たちに見られながら自分の投球ができてよかった。先発は、この雰囲気を楽しもうと思ってマウンドに上がった。ストレートの制球力と変化球もよかった。とても良い時間を過ごせた。下向き黒三角中村。 金丸が良い投球をしていたので続こうと思った。最初は緊張したが、自分の投球ができた。たくさんのすごい選手から話を聞くことができたので、今後につなげたい。下向き黒三角松山、前の二人に、僕も負けないようにマウンドに上がった。三者凡退に抑えられてよかった。しっかりプレミアにも選ばれるように頑張ります。下向き黒三角渡辺、率直に嬉しいです。 カットボールで相手を翻弄できた。3ボールになった瞬間はやばいと思ったが、まっすぐで押した。この経験をシーズンに生かしたい。下向き黒三角杉田、自分の持ち味を出せた。意識は全くなくて、投げ終えてベンチでみんなが騒いでいたので、そこで完全試合なんだ、と気がつきました。下向き黒三角種市、初回、8回、の感じが良くなかったので、 人差し指を使っているイメージに変えたら、だいぶ落ちが良くなった。修正できて良かった。本当に楽しかった。一流の選手の話をたくさん聞くことができましたし、チームに戻って還元したいし、シーズンにつなげたい。